から経済産業委員会を再開いたします委員の異動についてご報告いたします本日滝波博文君が委員を辞任されその補欠として三宅信吾君が選任されました休憩前に引き続き経済産業貿易及び公正取引等に関する調査を議題とし質疑を行います質疑のある方は順次ご発言願います三浦信弘君